7月5日、愛媛県庁で東京オリンピックマレーシア代表バドミントン選手団のオンライン激励会が開かれました。愛媛県とマレーシアバドミントン協会は10年以上前からジュニア選手の育成など継続的に交流を行っています。近年では親善試合や文化交流を行ったり、愛媛県松山市戸部町は東京オリンピックに向けたマレーシアバドミントン代表チームの事前合宿の受け入れを締結するなど交流を発展させています。この日は東京オリンピックに向け出発する前のマレーシア代表バドミントン選手団らとオンラインでつなぎ、中村時弘愛媛県知事らがエールを送りました。しっかりと体調管理をされて万全の体制で試合の当日を迎えられるように心からエールを送らせていただきたいと思います。マレーシア選手の東京オリンピックにおける活躍、愛媛県民みんなでエールを送りたいと思いますし、またその後も長い交流が続くことを期待しています。これまで培われた力を存分に発揮され、大いに活躍されますことを心から願っています。松山市民とともに応援しています。オリンピックでは素晴らしいプレーで世界中の人を元気づけていただきたいと思います。スモガブルジャヤ。マレーシアからはマレーシアバドミントン協会ノルザ会長から挨拶があり、その後選手8人から抱負が述べられました。But I think we all from Malaysia athlete, we feel your support from Ehime and I promise we will try our best in Tokyo Olympics. By the way, I miss Ehime very much and also I miss the orange. Ehime と Ehime のみかんが恋しいです。野村会長、皆さん東京に入るのは何日になるんですかね。7月25日です。あ、もう本当にじゃあギリギリですね。差し入れしないといけないんで。We will send you some gifts. やっぱり愛媛のみかんとジュースを飲んでいただいて試合に臨んでいただけたらと思います。ありがとうございます。愛媛県とマレーシアのバドミントンを通じた絆が今後のさらなる交流の発展につながっていくことが期待されます。